今日の朝ごはんは昨日このねすごい美味しそうななんていうのだっけブリオッシュをねフレンチブリオッシュを買ってきたので今日はこれとあとこのチョバーニのフリップのスモアズモアってやつかなスモア味のねヨーグルトこれ中こっち側にフレークが入っててポッて入れるやつなんだけどねこれと一緒に食べようと思います。朝ごはんできました。パンはトーストにしました。やっぱブリオッシュだからバターたっぷりで美味しそうですね。あとこれがねさっき言ってたスモアのやつチョコレートとグラハムクラッカーかなもうなんかちょっとキャラメルっぽい何かが入ってるっぽいけどな感じですね。あとコーヒー作ったのでアイスコーヒーでね飲もうと思います。いただきます。おはようございます。今日は5月の29日もうすぐね5月も終わりですね。今時間がね多分10時半ぐらいだと思うんだけど今日はね11時からもちくんの、動物病院が予約があるので今日は今回は、1年前に受けたワクチンがちょうど切れたからそれの予防接種的なやつとあと爪がねすごい長くて最近切れてなかったから、まあ、せっかく行くし一緒にねグルーミングが隣についてるから、まあ、ちょっと高いんだけどね、まあ、自分たちでやるよりはプロの方にお願いした方が綺麗にやってくれるのでネイルトリムも一緒に行ってこようと思っています。であと30分くらいからちょっとゆっくりしてからね行ってこようと思います。到着しました。行ってきます。お家帰ってきました。もちくんはお疲れですね。ゆっくり休んでもらってもうお昼ご飯の時間なので今日はサラダにしました。あとこのサウザンスタイルのねポテトサラダもあるので一緒に食べようと思います。でねボバタイティーを作ったんだけどボバをねなんだっけ黒蜜につけといたらすっごい美味しくて最高です。アリゾナフェニックスの菌はこんな感じでございます。もう30度後半ですね。30度前半になることはもうないかな。あ今日が一応32度だけど、まあ、一応予報としては38度とかね、まあ、35度超えるような気温ばっかりなのでカリフォルニアは20度前後くらいだったかな。結構寒いからねこの温度差になんかついていけない感じはするんですけどもう6月入ったら40度入る気温が多くなると思うので7月になったらまた雨のシーズンがやってきてね長い夏が始まりますね。もちくん起きましたね。今日はね、ワクチンとあと爪をね切ったのでだいぶお疲れだったと思うのでねまだちょっと眠そうだけどすごいなんか前足あんなに開いて座るの珍しいんだけどお疲れ様でございます今日は。ね、そうでね、ちなみにねうちの近くの爪切りはね日本はちょっと値段どのくらいか私日本で犬飼ってなかったんでわかんないんですけどうちの近くの動物病院、まあ、グルーミングがセットになってるところセットってかまあ隣同士になってるところはねなんと爪切りが27ドルもするんですめっちゃ高いんだけどなんかそんなにね頻繁に行くわけじゃないんだけど自分でやるのも、まあ、怖いっちゃ怖いからまあ一応爪切りも持ってるしねやるときはやるんだけどあんまりなんか短く切るのも怖いからねこういうついでにすごい眠そうだねついでにこのワクチンとかいたときに切ってもらうんだけど皆さん大体どれぐらいですか。もしワンちゃん飼ってる方がいたらなんかね昔行ってたフェニックスの方の動物病院は来たときについでにやるんだったら1回5ドルでいいよって言われるまあ大体500円ぐらいでいいよって言われたんですけどここのねうちの近所のところは27ドルでもペッツマートとかも結構それぐらい25ドルとかしたような気がするかそんなに変わんないかもしれないけどねまあいろいろ行くよりはまああとは病院の人がやってくれたりもするからいいのかなと思うんですけどもしワンちゃん飼ってる方がいてね値段こんぐらいだよっていうのはある分かる人いたらよかったらコメントに書いてください。めっちゃ寝てる。もちくん最近ねご近所さんにあっちの方に住んでるねうちのコミュニティに住んでるご近所さんの女の子のワンちゃんがいるんだけどまだ多分赤ちゃんなのかな赤ちゃんというかまあ多分まだ1歳になってるかなってないかぐらいだと思うんだけどそのね女の子のねワンちゃんがすごい好きで先生がいつも夜お散歩してくれるんだけど私はね朝は会ったことないかな1回だけ会ったことあるぐらいでもうねもちくんはその子が大好きなんですね。
でオーナーさんもねもちくんのことすごい好きでくれて好きでいてくれてよくね挨拶しに来てくれるんだけど他にワンちゃんがいるはずお散歩してるから見てますね。実はね来週のちょっとまだ何日か決まってないんだけど多分水曜日ぐらいかなに私の親友のねエミさんがハリゾナの我が家に初めてねうちの我が家に初めて遊びに来ます。前回来たのが多分何年前ぐらいかな2年前ぐらいなのかなハリゾナに来たのがね来た時にまだ家を購入する前で家の前を通ってここに住むかもしれないみたいなね外見をちょっと見たことあったんだけど購入してからまだ来てね遊びにうちに遊びに来たことないので、今回はまあうちのねこの新居をね見せる兼私に会いに来てくれるみたいでですねすごい楽しみでございます。会うのも1年ぶりぐらいかなもう日本帰っちゃって2年ぐらい経つのでなんだかんだ1年ぶりぐらいかな去年確か5月ぐらいに LA で会ったきりなのですごい久しぶりだからねめちゃめちゃ楽しみでございます。もちくんはお散歩に行きたくて泣いているんですけどまだね今日はまだ気温もそんなにね高くないからいいんだけど散歩も少しずつ遅めにして行かないといけないから冬の間はこのぐらいのね時間にいつも行ってたんだけど夏になると日が沈んでからじゃないとさすがにお散歩行くのかわいそうだから、まあ、今日は外にこうやって座ってても涼しいかなぐらいだけどなんか生暖かいくらいで全然大丈夫だけどね、まあ、なるべくちょっと遅めに慣らしていかないといきなりね夜遅くにお散歩するの難しいのなんかこうルーティンがあるからねもちくん的にもねでもお散歩行きたいみたいで泣いてますけどもうちょっとだなあと30分ぐらいだななんかバックヤードのこのさ芝生のゴルフのパッティンググリーンもさやりたいんだけどちょっとねいろいろ忙しくてまだできてないですね。このスプレーペイントで描いたやつもだいぶ消えちゃってもうねどこになんか線がよく分かんなくなっちゃってるんだけどまあでもそろそろやりたいなと思うんだけどなんか暑くなってくるからなーっていう感じですね。あとこう地面をねこういう風に石が埋まってたりするからこれはまあ転がりしたりこういうとこ埋まってるからねこういうのも綺麗にしたりしなきゃいけないから取れためっちゃ取れたけどそういうのもあるからねなかなかまあすぐには始められないかもしれないけどまあゆっくりやっていこうかなと思っております。そろそろ夕飯の支度をねしていこうと思います。今日はこの冷凍前作ったねハンバーグが種がね残ってるのでロコモコにするか煮込みハンバーグ系にするかちょっと迷ってるんだけどご飯は炊いてあるからどっちもできるんだけどねどうしようかな。でもレタス買ったから今日はロコモコ系にしていこうかなと思います。ハンバーグいい感じに焼けたので今日はソースはロコモコだからデミグラスソースでまずはバターを溶かしてケチャップとソース混ぜて作っていきます。ソースもできましたということで盛り付けていきます。完成しました。今日はシンプルロコモコですね。いただきます。帰ってきたらねレモンのこの苗がねだいぶ育ってましてこっちがもうなんかまだね芽も出てなかったのにこんなにね育ってました。でこれもね大きくなってきたんだけど結構違うよねなんかね多分ねこれねこの真ん中の部分枯れちゃってんのかなとは思うんだけどちょっと微妙。まあこっちの方が、まあ、正しく育ってるかなとは思う。まあちょっと様子見でねこっちもそのままにしておこうと思ってそろそろでも鉢に変えようと思ってるのでね水垢ついちゃって白くなっちゃってるしねちょっとそろそろ変えようと思っているので、まあ、分けてやってみようかなと思います。ちょっとそろそろ本気でマットレスを変えようということを話しておりました。まあ前々から言ってると思うんだけど低反発だからねちょっと沈んできちゃってなかなかね寝づらくなってきたしもうさすがに変えようってことで本当はキングサイズに変えようかなと思ってたんだけどまあキングサイズじゃなくてもいいかってことで、でベッドフレームもまだ結構新しいから去年か一昨年ぐらいに買ったばっかだしとりあえずキングサイズのマットレスじゃなくてクイーンサイズのマットレス今クイーンサイズなんだけどねクイーンサイズのマットレス買おうかと思っております。でコストコとかでも売ってるからちょっと見てみてまあベッドもなんか何年に1回か変えないといけないってよく聞くのでねまあとりあえず今は
あのフレームはそのままでマットレスだけ変えようかなと思ってるんで、ちょっと近々マットレスハントにね向かおうと思っております。はい、まあ、そんな感じで、時間はもう9時45分ですね。最近朝明るくなるのが早いので目覚めがねすごい、私結構朝日と一緒に目覚めるタイプなので、まあ、朝日昇ってからすぐには目覚めないけど、まあ、7時とかにパッと目が覚めちゃうから、それからなんだかんだうだうだしてると目が覚めちゃってね、もう夜このぐらいの時間になるとすごい眠くなるので、今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。